まあ、各マスコミで猪木さんのベストマッチなんかが掲載されていますけれども、まあ、東京プロレスで、まあ、アントニオ猪木という存在を知ってから30年ほどですか、かなりの試合数を見ていますんで、その中から自分なりのベスト3を選んでみました。ウィング代表の茨城です。今回は、10月の1日に79歳で亡くなられました闘魂アントニオ猪木さんのお話をしたいと思います。自分がこの世界、現在の週刊プロレスの前身であるプロレス&ボクシングに入ったのが1970年、この年すでに猪木さんは日本プロレスで、和和さんに次ぐ2番手といいますか、2大エースの一角としてすでに活躍していて、プロレス界の、大エースあったわけですけれども、すでに、自分が 入って取材活動した時には、アジアタック、それからインタータックなども保持し、その翌年には、EU のヘビー級選手権を奪取していまして、文字通り、日本プロレス界の第一人者であったことは否めの状態であると思うんですけれども、猪木さんがその自分が今回亡くなった時にですね、雑誌、それからスポーツ新聞、一般の新聞雑誌等で、自分が思ってた以上に大きく、猪木さんが取り上げられて、改めてその偉大さといいますか、プロレスラーのみならず、あらゆる面で、多方面で活躍されたその足跡、やはり、普通の人にはできなかったようなこともやっていましたし、改めてその猪木さんというものを再認識した試合なんですけれども、そのアントニオ猪木という人を自分が初めて認識というかしたのが、1966年ですか、東京プロレス、ここで、アントニオ猪木選手が2年間のアメリカ武者修行から帰って、時の日本プロレスの第8回ワールドリング戦、春の本場所と言われたこの大きな大会に、凱旋帰国するということで、当時はまだ日本現在のようにいろいろなもので情報が入ってくる時代ではなくて、一番であった自分なんかは、プロレス雑誌ですね、ゴング、プロレス&ボクシングだったり、ゴングだったりを読み漁って、それから、東スポ、スポニチ、マユ、スポーツマユですか、そういうところを買い占めたりして、情報収集といいますか、いろいろプロレスが好きだったもんですから、見てきたわけなんですけれども、そうですね、その当時、まだ若手時代、17歳でデビューして、力道山が亡くなった翌年ですか、21歳でアメリカの方へ武者修行という形で、行きまして、この間アントニオ猪木という方の人のその存在ですか、あまり自分をよく知らなかったんですけれども、アメリカの武者修行に出かけ、向こうでそのタイトルを取った、広松田とタッグを組んで、NWA の世界タッグ選手権を奪取したという写真などが掲載されたもんで、ここで改めてそのアントニオ猪木という人のに見せられたといいますか、認識したんですけれども、それだけにその第100回ワールドリング戦に、帰ってきてどんな活躍をするかというのを楽しみにして、胸を躍らせたんですけれども、残念ながらその日本プロレスには凱旋せず、いわゆる俗に言われる太平洋上の略奪事件、というのぼりによって、言葉は悪いんですけども、
まだ若い猪木さんが丸め込まれたというか、そんな感じで、自分は思ってたんですけれども、まあ、そこで、東京プロレスという新団体が旗揚げ、その当時はまだ日本プロレス1団体でやって、その後、まあ、国際プロレスが設立されるんですけれども、それだけにその日本プロレスに次ぐ第2団体として、東京プロレスというのにすごい、まあ、自分自身魅力を感じたんですけれども、そこで、開幕第1戦、当時の蔵前国技館で、ジョニー・バレン対、まあ、自分なんかもそのアメリカの熱海に強豪と言われた選手が数多く当時ありまして、その中の一角して、ジョニー・バレンタインなんかもいて、その壮烈な試合、を見まして、アントニオ猪木という選手に見せられた一人なんですけれども、それで、どうなるかと思って見守っていたんですけれども、わずかにシリーズを持って、東京プロレスが崩壊し、その後日本国際プロレスとワンシリーズですか、合同組合という形でやってすぐに、日本プロレスの方に、復帰するんですけれども、その当時、これはあくまでも試験なんですけれども、もし猪木さんが日本プロレスの第1回ワールドリング戦に、アメリカでの2年間の武者修行の成果をぶつけたとしたところで、多分、馬場さんとの差は歴然であって、当時のメンバーを見ますと、外人選手は、ウィルバー・スナイダー、そしてペドロ・モラレス以下、6名ですか、指したトップ選手というには、ちょっと程遠い、選手の参加でありましたけれども、日本人選手の方は、馬場さん以下、吉村道明、そして、君いる大木金太郎、このあたり、特に大木金太郎は WWE の世界チャンピオンにもなった後ですし、この牙城を崩すには、ちょっと難しいんじゃないかなと、いわゆる6手4番手、に食い込めればいいんじゃないかなというような、これはあくまでも私の考えですけれども、そんな気がしたんです。外人勢の方も、時の WWE の世界チャンピオンだったモラレスもいますし、まだ今日も初来日のウィルマス・ナイダーもいますし、決して、すんなりと優勝戦線に出てくることはできなかったと思います。試験ではあるんですけれども、猪木さんがその豊ノ森、力道山が亡くなった後に日本プロレスのトップ選手第一人者として WWE の世界ヘビー級チャンピオンになった豊ノ森が、吉村道明、そして、吉野里純三、遠藤幸吉という4選手によって、トロイカ方式というんですかね、4人で日本プロレスの再建にあたって、それもわずかの間に、内部どうなったか、当時ファンだった自分にとっては計り知れないことなんですけれども、豊ノ森がその公金横領という形で日本プロレスを追放されて、飛行機嫌いだった豊ノ森自身がわざわざハワイまで出向いて、猪木さんと話し、先ほど言ったようにことは悪いんですけども、若い猪木さんを守り込んで、そしてその東京プロレスの、設立に発想し、そして猪木さんのエースとして、第二団体が旗揚げしたわけですけれども、もしここで、豊ノ森という存在がなければ、猪木さんのその後の人生は大きく変わっていたような気がするんです。もしその先ほども言いました通り、すんなり日本プロレスに凱旋していたら、その後のアントニオ猪木のレスラー生活を結構変わっていたでしょうし、日本プロレスで復帰してすぐにその吉村さんとのアジアタッグ、そして馬場さんとのインターナショナルタッグ選手権を取って、
その後 UN ヘビー級選手権を出し、もちろん馬場さんに次ぐ第2のエースまで上り詰めることはなかったんじゃないかなという、まあ、あくまでも試験なんですけども、そんな気がします。まあ、日本プロレスに復帰して、まあ、馬場さんに次ぐ第2のエースとなったわけですけれども、わずかそれも3年半ほどでまた、日本プロレスを飛び出すという、形で、まあ、新日本プロレスの話題に、なるわけですけれども、71年の12月、日本プロレスを追放、除名追放という形で、飛び出した猪木選手、もしここでもですね、日本プロレスかを出て、そして、東京プロレスに次ぐ 2番目の団体、新日本プロレスを旗揚げ、するわけですけれども、この時にも、豊ノ類という人が出てくるんですね。まあ、日本人選手が定数ということもあって、豊ノ類さんがいわゆる協力という形で、リングに上がったんですけれども、ここがその自分が不安であった時に見せなかったといいますか、プロレス界が、まあ、一般社会と違う点といいますか、東京プロレスで、お互い手を取り合って、その東京プロレスの設立に動いた2人が、わずか2シリーズで、崩壊し、そしてそのお互い国訴合戦を繰り広げた2人が、数年後新日本プロレスの旗揚げに際し、猪木さんがはじめとする日本人選手の手薄ということで、豊ノ類さんにその協力を求めて、新日本プロレスの初期は豊ノ類さんも久々に、リングに上がるという、この辺がちょっと、一ファンだった自分にとっては何とも、見せない点ではあったんですけれども、いずれにしても、アントニオ猪木という人が、飛躍する大きなきっかけとなった、そこにはすでに豊ノ類という存在があったような気がしてなりません。猪木さんが98年の1月にそのプロレスラー生活37年4ヶ月でピリオドを打って、まあ、引退したわけですけれども、その間には数多く、果たして何試合、したのか、まあ、もちろん分かんないんですけれども、若手時代からそれから、日本プロレスから戻って東京プロレス、そして、再び日本プロレス、新日本プロレスと長い、レスラー生活の中において数知れずのだけのその、まあ、名勝負といいますかが行われたと思うんですけれども、その中にはやはりその先ほどの豊ノ類ではないですけれども、猪木さんのレスラー生活にとって、ジャイアント馬場という人の存在は忘れることができない、やはりその一つの大きな目標だったと思うんです。まあ、第、13回ワールドリング戦で、馬場さんが優勝した後に控室で、馬場さんへの、挑戦を、まあ、打ち上げて、ここはまあ日本プロレスの方の時期尚早という形で見送られたんですけれども、その後、夢のオールスター戦において8年ぶりに BI 法が復活、アウトローザーズ・ブッチャータイガー・ジェット・シントのタッグマッチで激突した後も、リング上で馬場さんへの挑戦を打ち上げて、やはり自分猪木さんの中には大きな目標として馬場さんという存在があったかと思うんです。しかしながらその、自分のあくまでも試験ですけれども、猪木さんが、まあ、54歳まで行った現役生活の中においてもやはり、一番のピークといいますか、数ある名勝負の中においてもやはり、日本プロレスから、新日本プロレスの初期、この辺りが数多くあるうちの中でも自分の思うベストマッチ、ビッグマッチが行われたんじゃないかなと思うんです。まあ、その時々、自分なんかは、まあ、年代的にも猪木さんよりは年代はちょっと下ですけれども、やはり最盛期猪木さんの一番いい時期を見てきた一人じゃないかなと思います。すでにその
まあ、マスコミの方たちにおいても、自分よりも見ている、まあ、日本プロレス時代から通して見ている人なんかも、まあ、すでに、この世を去られて数少ないかと思います。まあ、各マスコミで猪木さんのベストマッチなんかが掲載されていますけれども、まあ、東京プロレスで、まあ、アントニオ猪木という存在を知ってから30年ほどですか、もちろん自分も海外生活で日本を留守にすることもあったので、全ての試合と言わないまでもかなりの試合数を見ていますので、その中から自分なりのベスト3を選んでみました。やはりそのアントニオ猪木という人を語る上では、東京プロレスわずか2シリーズで終わったし、東京プロレスですが、この旗揚げ戦でのジョニー・バレンタイン戦はやはり書くことのできない猪木というレスラーを大きく飛躍させた、そしてその後の日本プロレスを背負って立つ第一人者になった、そういう意味においてもこの一戦はやはり書くことのできない、ベストマッチのうちのナンバーワンじゃなかったかと自分では思います。そしてやはり、猪木さんの全盛期といいますか、これは、新日本プロレスを旗揚げした時がすでに29歳ということなんで、今年50周年を迎えた新日本プロレスですか、やはり新日本プロレスの旗揚げから10年前後までが猪木さんのピーク、やる40歳ぐらいまでがピークではなかったのかなという、まあ、自分なりの考えがあるんですけれども、もちろんそれ以降も数々の名勝負を繰り広げていますけれども、やはり、まあ、他の格闘技といいますか、それなんかと比較しても、例えばその大相撲の、まあ、双葉山、大鵬、千代の富士という歴代の、まあ、トップ中のトップの横綱と比べても、彼らも31歳から35歳で引退していますし、また柔道の山下斉藤という両国共闘においても28歳で引退しているということを踏まえても、やはり格闘技で生きてきた人たちにとっては、まあ、30代半ばぐらいが一番のピークではなかったかと思うんです。そういう意味でも若きのアントニオ猪木、いわゆる燃える闘魂以前ですね、若獅子と言われていた時代のアントニオ猪木が自分は好きですし、ナンバーワンの試合はやはり東京プロレスの旗揚げでのジョニー・バレンタイン戦であって、まあ、順番をつけるのはちょっと難なんですけれども、2位はやはり、日本人同士の大物対決ということで、国際プロレスで長くエースを務めてきたストロム小林との一戦、そしてその次には、やはり日本プロレス時代、自分がそのこの世界に入る前年行われた、まあ、自分はそのテレビで見たんですけれども、時の NWA チャンピオンだったトリー・ファンク・ジュニアとの、60分フルタイムの試合、これがやはりこの3つの試合がベストマッチじゃないかなと思います。ベスト3ですね、いわゆる、まあ、これ以降にも数多くのベストマッチといいますか、名勝負が繰り広げられていますし、まあ、カールゴチ、シオカールゴチとの一戦であったり、ウィル・ロビンソンとの一戦、それから、ハルク・ホーガンとの IWGP の決勝戦での例の下出し事件と言われているこの一戦、それからマサ・斎藤との巌流島、それからマーメイト・アリア、ウィリー・ウィリアムスとの異種格闘技戦など、数え上げたらきりがないんですけれども、その中、無数の激戦、名勝負があった中でも、自分の中ではジョニー・バレンタイン、そしてスロン・小林、ドリー・ファンク・ジュニア、この3試合がベストの中のベストの試合だと思います。まあ、79歳という年齢で、亡くなった猪木さん、亡くなって、一月が経ちますけれども、いまだにその雑誌であったり、テレビであったり猪木さんが取り上げられることが多いんですけれども、やはり、一プロレスラーというよりも、プロレスラーであって、そして、国会議員であって、そして実業家であって、
やはり、先ほども言いましたが、その、まあ、プロレスラーとしての原点といいますか、最初のライバルはジャイアント馬場さんであって、それが生涯、続き、そして、ある面その実業家としては師匠であった力道山の後というような気がしてなりません。その二人を上回る形で多方面で、奔走した猪木選手、あ、いや、アントニオ猪木さん、やはり、自分の子供の頃から見続けてきたプロレスの中においても、忘れることのできない、文字通りあの出世の、なんていうんですかね、もう猪木さんを上回る選手は出てこないんじゃないかと思いますし、唯一無二の選手ではなかったかと思います。改めてそのご冥福をお祈りしたいと思います。